今からファーストサンプルで、メガネケースを作っていきます。以上です。裁断が終わったんで、今から色塗りしていきます。以上です。塗りが終わったんで、次、貼り合わせて組み立てっていう形になります。以上です。メガネケース、ファーストサンプルできました。以上です。はい、ここ今 D 缶使ったんですけど、 D 缶やとあんまり動きが悪いんで丸缶にしようかなと思ってます。ここまで浜町のやつではないやつです。今ちょっと付け替えてストラップの方を変更して新しい形になりました。こう目尻がね。そうですね。付けたらどんな感じ？付けたらこんな感じで。何すんで？カシメとかじゃん。あ、ほんまや。そう、そういえばそうやな。だからホックにしたらいいんじゃん。完成したと思いきや、ここカシメで止めたんですけど、ストラップ。これだとまあ持って歩くとかはいいんですけど、こう外せるから。このバッグにかけるときにこう かけれないと結ばなかった、うん、っていうことで、ここホックに変えたらここ外す取り外しできるようになるんで、かけれるようになるんで、最終そこ変更して完成かという感じです。以上です。ここをホックに変えたんで、ここが外れるようになったんで、カバンにこう取り付けられるようになりました。おう、まあこれで完成で完成で。近いな。近すぎる。完成です。近いですね。めっちゃいい感じです。以上です。